はい、どうもこんばんは、メインチャンネルでございますということで、まあ、つい先ほど、まあ、サブチャンネルの方で、動画を1本、撮っておきました。気になる方は、まあ、サブチャンネルの方も、ご覧ください。あ、チャンネル名ですか？チャンネル名は、これですから。はい。何かあった時の、サブと、ね、こちらで、よろしければ、検索をかけてください。で、まず、まあ、紹介する前になんですけど、はい、22時43分でございます。現在のお時刻、22時43分です。で、何が言いたいかと言いますと、時間かかるんですよ。一本の動画を撮るのに。たかが、まあ、20分弱じゃないですか。ね、十何分だと思うんですけど、言葉が出てこないと。噛んじゃうと、あー、出てこねえ、みたいな。はい、撮り直し、みたいな。はい、ここカット、みたいな。そう。なんだかんだで、ね、十数分の動画でも、もう、長い時だと、40分か50分かかりますからね。はい、カットカットカットみたいな。台本ないんで。はい、っていう感じになります。で、今日なんですけど、まずは、こちらですね。俺、3日か4日待ってんだけど。この、ね、何本か前の動画で紹介したんですけど、お前は運がないからな、最前列にいても、銀テープも、取れなそう。まさかこんな動画上げてるとは思わなかったよ。元同僚より笑いってことなんですけど、俺の元同僚、なんでしょ？俺待ってんだけど、もう4日目か、それぐらいでしょ？ 4 日か5日ぐらい経つでしょ？どうしたどうしたこいつ。ね、動画で言ったと思うんだけど、俺様の名前と住所と年齢、分かってんでしょ？元同僚。ね、ほんとさ、そんなにさ、登録者数も視聴回数も回ってないのにさ、荒らさなくていいのに。本当にね。本当、はい、帰ってこいよ、俺待ってるから。はい、ということで、まあ、障害者1名の紹介は以上になります。で、バンド紹介ですよね。もちろんですよ。まあ、今日紹介するバンドはっていきたいんですけど、まあ、その前に、まあ、これどうしても、ちょっと調べてね、まあ、コメント書いてくれたんで、紹介したいなと思うんですけど、出てこないんですよ。申し訳ないです。リムリムさんですよね。はい、リムリムさん。ツイッターに、これメンバーの方だと思うんですけど、これね、セイって読まないと思いますよ。まあ、セイって読まないと思うんですけど、2018年でもう更新されてないんですよ。そう。しかもさ、このメンバー一人だけだと思うんですよね。ツイッターやってんのって。そう。2018年で、まあ、ツイッターには、まあ、ライブ映像の、まあ、ちょっとした切り抜きとかあるんですよ。そう、切り抜きとかね、まあ、曲も上がってるんですよ。確か、作品がミニアルバムと、シングルが出てたと思うんですよね。そう。あと、まあ、気になる方は、まあ、YouTube チャンネルありましたよ。そう。公式の、まあ、YouTube チャンネルがあったんで、まあ、そちらの方、ご覧ください。これさ、結構古いんですよね。2017年とかですよ。ですよね。これ、Twitter、ね、これ始めたのが2017年から18年の1年だけなんですよ。このアカウント。そう。で、作品がミニアルバムと確かシングルだけだったと思います。まあ、ここに、そう、ポストしてあるのは。そう。で、YouTube には、そう、チャンネルがあるんで、何曲かありましたよ。そんな、ね、1曲とか2曲とか、まあ、5曲以上あったんで、もしかすると、皆さんが、気に入る曲も、あると思うんで、まあ、一度ぐらいは、聞いてみてください。はい、ということで、もう一組、バンド紹介しようと思うんですけど、まずは、メンバーの写真は、こちらです。はい、バンド名わかる方いらっしゃいますか？はい、皆さんわかるっていうことで、こちらになります。僕は読めません。デス・ガーゼさんですかね。デス・ゲーゼさんですかね。はい、デス・なんとかさんです。こちらのバンド、名古屋ですね。名古屋系のバンドになります。で、2003年から、現在も、活動中です。で、メンバーは4人で、関係者、脱退したメンバーも、4名、ボーカルが2名と、ギター2名になっております。で、メンバーの隣が、全身バンドです。で、作品の方、見ていこうと思います。はい、シングル曲と、ミニアルバムになります。はい、これ、ちょっと隣に書いてあるんで、確認してみてください。
で、次、マキシムルです。マキシムルが、6枚ですね。はい。これも、両隣に書いてあります。で、次、アルバムです。アルバムが、ベストアルバムが、1枚ですね。そう、ベストアルバムが、1枚だけ、リリースされております。で、最後は、DVD ですね。はい、DVD が、5本ですね。はい、ちょっとタイトルが長かったんで、ちょっと2行に、分けてあるんですけど、5本、5枚、リリースされております。はい、ということで、今日紹介したのバンドは、ゲスなんとかさんになります。はい、当然 YouTube に、曲あります。ライブ映像もあったと思います。まあ、気になる方は、聞いてみてください。あれ、紹介しましたっけ覚えてないんですけど、消してないんですよ。そう、消してないんで、まだ紹介してなかったと思うんですよね。はい。デスなんとかさん。まあ、紹介しちゃったら、大変申し訳ございませんということで、今日も最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。